はい、皆さん、こんにちは。こんばんは。村長スタジオです。前回は、頭に詰め込みすぎて疲れちゃったよね。そう、ちょっと勉強することが、インパクトは多すぎて大変だったよ。じゃあ、今回は、前回少し残してしまった。右側のピッチ、フィルター、アンプ、この3つのところを解説したいと思います。村長さん、今日は、村長さんの後ろのところに大きなカメラがあるよね。そうだよ。今回からは撮影クルーが入ってくれてるんだよ。君の上にはコンデンサーマイクなんかもついたりしてね。そして照明もたくさんになっただろ。だんだん豪華版になっていくんだね。そうだよ。解説もしっかり豪華版にしていかなきゃね。じゃあお話を進めていきましょう。右側にはピッチ、フィルター、アンプという3つのセクションがあります。ピッチを説明します。まだ3つも覚えることがあるんですね。はい、そうですね。ピッチはここで半音単位で音を上げ下げすることができます。ちょっとこれをトグルにしておいて音を鳴らしてみます。これで音程を上げていきます。つまみをリセットするときは、コントロールキーを押しながらクリックします。こちらの方にあるチューンというのは、半音を100に分割した値で、細かくピッチ変更をすることができます。いわゆるセントという単位ですね。このように微妙にピッチがチューニングされます。英語ではファインピッチというのですね。そしてその右にはアタック、そしてディケイ、サスティーン、リリース、このようにシンセサイザーのようなパラメーターがあります。ここらは好みで触ってください。ピッチをこのように編集することができます。ちょっとだけ試してみましょう。あれ、何も変わらなかったような気がしますけど。はい、よく気がつきましたね。これはこの右のパラメーターとの連動もあるのです。このようにしまして、これを変えてこそ、サウンドが変わるということになります。このベロにしてもそうです。面白いですね。そう。ですから、ここは自分の感性で、触って試していただくというふうにしか、なかなか言いようがないようなパラメーターです。はい。じゃあ全部リセットしておきましょう。そして、次のところはフィルターです。フィルターをオンにするには、ここでボタンを押して点灯させておく必要があります。ここでカットオフができますので、ちょっと試してみます。はい。ですからこのパラメーターは、一番右に回したところが基準値になります。いわゆるフィルターで、カットオフをしないということになります。また、そのカットオフのカーブを変えたりすることも可能です。これは今、ローパスフィルターがかかってるということになりますし、これをハイパスフィルターに変えることもできます。
そうすると、今度は略の動きになります。これでかかっていないのと同じ状態ということになります。そしてこれがレゾナンスです。ちょっとやってみましょう。レゾナンスというのは、共鳴のことを言います。共鳴、共振して鳴るような、微妙な音のところを、コントロールすることになります。そして、右の値は、先ほどとよく似た形で、このエンベロープのアマウントと連動して、動くことに注意してください。そして、これはドライブやパンチです。強さをコントロールします。ちょっとやってみましょう。硬い音になったり強くなったりするのですね。まあ、この辺は好みでやってみましょう。そして、このソフトは微妙に柔らかくなります。このソフトボタンは、インパクト XT が内部でアナログ処理をするときに使う回路を切り替えることになり、ソフトにすると少し柔らかくなったような形になりますが、微妙ですので分かりにくいです。最後のセクションでアンプのセクションについてお話をします。アンプのゲインはボリューム調整できます。あまり上げるとサンプリングのノイズも入ってきますので気をつけてください。そしてこれはパンを振ることができます。あれ、これも右にすると音が小さくなっておかしいですね。はい、それもよく気がつきました。これは前回のパラアウトの説明でモノラルチャンネルに変えたからです。これを元に戻しましょう。そうするとこのような挙動になります。このようにパンを変更することができます。音を急に止めたいような時は、このオールノーツオフというのを押すと、再生が止まります。すべての音が一気に止まるようになるわけです。今回は、インパクト XT の初心者が、知っておいたらいいことは、おおむねお話ししました。あまり難しく考えないで。おもちゃで遊ぶような感覚でやってみるのもいいですね。ただし、次の回で説明するビートパターンとの連動で、実際は本格的にドラムループを作っていくことができるようになるわけです。まだ説明していないことってあるんですか？画面には見えてませんけれど、それがあるんですよ。これからが本当に大事なことなんです。けれども今いろいろ言いすぎると、もう、頭がパニックになっちゃうでしょ。そうです。もうなってます。ですから、その部分は次回に解説したいと思います。次の解説は、このパッドに音を割り付けていくこと、そしてパターンエディターで、うまくフレーズを作っていくことを説明したいと思います。応用編っていうやつですね。はい、そうです。次の回までまた、基礎をしっかり勉強しておいてください。わかりました。それでは、今回は終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。村長スタジオでした。またね。